はい、皆さんこんにちは。今回はにゃんこ大戦争第4回目です。よろしくお願いします。大感謝 XP 祭というイベントステージがあり、勝つと XP を多く得られます。今回ここを攻略します。このステージのレベル8をクリアしています。波動攻撃が多かったので、次のレベル9も波動に対抗した編成にします。ではレベル9に突入します。まずは様子見で、赤の属性を持つ敵が出てきました。黒の属性です。あの丸く転がってるのも敵なんですね。天使の属性、出てきました。超激レアキャラ岩五郎を投入して対抗します。で、盾キャラを出しまして、岩五郎を守りつつ岩五郎が迎え撃ちます。猫大魔王が敵の攻撃力を削ぎます。この大きい味方も波動攻撃に強いんですね。今回波動攻撃に強いのを呼んできてまして、では敵は赤、黒、天使属性が出てきてるのはちょっと違う形で苦戦が予想されます。敵のボス集団は城に隠れているので、それまでに強力な集団を作りたい場面です。城に手を出すと出てきちゃいますので、それまでにある程度形を作っておきたいです。で、魔法使いと岩五郎と、ちょっとちっちゃいチャッタテキャラが手を出しちゃって、さすがに岩五郎で出てきますね。やっぱり岩五郎の攻撃で出てきました。出てきました。敵のボスグループ、黒い犬と天使のゾウさんですね。やはりいろいろな属性が多く混じるこのステージのようです。今回黒い属性、天使の属性に強い我々の超激レアキャラはいないですね。岩五郎がエリアに強いので、まあ、唯一はあの魔法使いがどんな属性でも止めますので、それが救いでありますが、苦戦が予想されます。敵はエイリアンのボスが追加しまして、黒、天使、エイリアン、三種三様なボスですね。さらに赤属性が来まして、4つの属性ですね。今回波動攻撃の対抗する編成だったので、完全に裏目に出てます。混戦ですが、やばい状況ですね。これしのげるか。アキラもやられまして、唯一超激レアキャラは魔法使い1人、これすごい。魔法使い1人でみんな止めちゃってますね。ボスすごいキャラです。他の中キャラが一生懸命対抗してますが、敵はボスが4体もいますので厳しいところです。魔法使いがやられたらおしまいな場面でおしまいですね。この状況は戦後ですね、あの終戦末期の日本のような状況で厳しい状況に感じます。ああ、残念です。残念でしたが、一度見て敵が分かったので、それに対抗したチーム編成を行います。で、今回あの4つの属性出てきましたんで、こちらの編成ですね。超激レアキャラは4体、大将とキングガメレオン、道化師エッグダックで、いつもの魔法使いクロノストリガー、
こちらを中心にした編成です。で、縦キャラも3つ配置しまして、まずは敵のお城からボスが出る前にできるだけ強い戦闘集団を作ることです。ですので、ある程度膠着状態を作りたいです。そうするとお金が貯まってきますので、そうすると超激レアキャラがたくさん投入できます。ここで膠着状態を作りまして、お金を貯金しております。キングガメロン出しました。ガメレオンも対象に匹敵する強さ、黒属性と天使に強いですね。で、打ち合いに強いので最前線で、最前線のアタッカーです。で、うちの大将出てきました。大将はエイリアンとゾンビに強いです。で、この2人がいればいろいろな属性に対抗した打ち合いができます。どっちかというとガメレオンの方が先方に出てまして、大将が援護射撃しているように見えます。さらに魔法使い、クロノストリガーがあらゆる敵を金縛りにさせます。道化師出しました。特殊キャラですね。特定の属性の敵にしか攻撃できないんですけど、ただ超破壊力を持ちますので、前線には出さず後方から秘密兵器のように戦ってもらいます。うちは天使と黒のボスが出てきましたが、これさらにエイリアンと赤いボスが追加になってきますので、敵のボスが4体揃う前に少しでも多く打撃を与えておきたい場面です。ガメレオンが一生懸命火張って頑張ってます。で、エイリアンのゴリラが追加になりまして、エイリアンにはうちの大将が対抗します。いい戦いです。クロストリガーは敵のボスを何体も止めますが、あまり前に出ないのが欲しいですね。敵のボスの誰かがワープの攻撃でうちの仲間を後方にワープさせてる特殊能力を発揮してます。で、敵揃いました。赤のボス、ただその前に黒い犬のボスが1体やっつけてますんで、4人揃わず3人ということで良い状態を作れたと思います。うちはもう1体対象を投入して、もう1体魔法使いを投入して、赤いボスは強いように見えますが、子供を連れてるので子供を戦いに巻き込まないでほしいです。ちょっと逃がしてほしいですね。敵はボス2体でコロコロ転がってる弾も、あれも敵です。赤い敵だけになりました。で、最後この道化師の赤に強いのでとどめを刺しました。敵を知り己を知れば百戦危うからず、孫子の兵法書に載る言葉です。
敵と味方の情勢をしっかり把握していれば100回戦っても負けることはないですね。今は情報戦争の時代です。私は正しい情報を取り入れて皆様にお伝えしていきます。500万 XP、 さすが大感謝祭です。大感謝祭の面は どのステージも、XP がたくさん得られます。キャラクターをパワーアップできますので皆さんもどうぞ。今回は以上になります。ゲームチャンネルとして動画をたくさん出していきます。ご希望のゲームがあればコメント欄にてお知らせください。またゲーム動画ではない都市伝説系と呼ばれる動画もたくさん出しております。気が向いたらご覧いただくとありがたいです。では皆様ありがとうございました。失礼します。